はい、どうもです。そうしましたら、今予約がまだ、昼からなんですけども、午前中にもね、これできることがあるというふうにね、判断して早めに来てね、正解でしたね。でね、今ユーザー車検窓口に行ってきたらですね、もうね、今回からこの用紙、これタダになったそうですね。でこれタダでもらいました。で、自賠責保険であるとかいうのを今もう買っておくというのは午前中にもできますしね。でそれをね、今からね、いろいろ窓口回るというのをね、やっていきます。おはようございます。自賠責です。前回までのやつがいるんでしたっけ？そうですね、それ残っているのと車検証と一緒に入れてください。車検証もですか？はい、はい、確認しますのでお待ちくださいね。ご変更とかはなかったですか？変更なしです。はい、はい、そうです。ご住所も名前も変わられてない？変わらずです。今2日で最後脱走まで入られてますので、継続の24が決定させていただきますね。はい、保険会社はどこでもいいですか？任意保険と合わせたいんで、はい、住友解除あります？住友解除は、ね、ないんです。こちらの用車でしたら、はい、この中あ、そうですか。まあ、はい、別にどこでもいいんで、東京どこでもいいです。東京です。はい。はい。東京会場の方でお伺いしておきますね。できましたら番号札3番でお呼びしますので、はい、お持ちの間に11番と12番とお話しいただいて、はい。はい。あ、もしもし。自賠責保険を今、はい、買おうというところなんですけども、待ってる間に重量税と、検査手数料の方もね、払えるということなんで、ね、時間節約のためにね、もうこちらの方並んでおこうと思います。すみません、重量税です。3万4000円。はい、言います。35,400円。はい。1,700円はここにあるんでしたっけ？で、重量税はどこにあるんでしたっけ？これピンク色でしたっけ？はい、横向けでもいいですか？これ横でもいいですよ。はい、ありがとうございます。あ、どうも。はい、はい、はい、そうです。あ、どうもです。はい、3万円で。ありがとうございます。領収書が新しい
証明書の後ろ紙についてますので、あ、そうですか。お持ちいただいたのまだ有効残ってますので、はい、手付には一緒に確認されるので、あ、そうですか。これね、はい、わかりました。あ、そうや、あとそれから記録簿を買わなあかんね。すみません、記録簿を忘れてました。はい、はい、よいしょ、すみません。ありがとうございます。最近記録簿だけが有料になったんですね。そうなんです。去年からそれ以外は無償化でもらえますので、それだけここ、はい、ありがとうございます。あ、そうか、ボールペンがいるなこれな。ボールペンを買っていこう。すみません、ボールペン売ってましたっけ。しまった。あ、はい、じゃあちょっとあの窓口行ってみます。しまった、ボールペン忘れちゃいましたよ。前回はハンコを忘れましたけれどもね。これ点検記録簿を今からね、車の点検するんですけども、ボールペンがいるやん、バカですよね。そしてですね、皆さん、これね、こういう箱がね、むっちゃくたつんですよ。これ皆さん今ねご覧になった通りですよ。これね、のちょっとね、こう箱って言っても上がね開いてる箱の方がね使いやすいんですよ。これあの役所とかにある未決ボックスみたいなね、ああいうような箱がねすんごい役に立つんです。で僕これあの粘土用の箱ですけどもね、ちょうど A4 が入る箱が都合がいいです。ボールペン借りちゃうかな。ちょっとでも許可取った方がいいな。すいませんが、ちょっとボールペン貸してもらえませんでしょうか。どうぞ。あ、ありがとうございます。お願いします。それでは、点検機をやっていきますよ。副車とかになってないよね。はい、まずは、ハンドル、これはここにね、これチェックするとこあるんですよ。操作具合もちろんできてますよね、今まで走ってきたんだから。それから遊びおよび踏み込んだ時の床板との隙間もちろん OK ですよね。で、駐車ブレーキレバー、引きしろ踏みしろ、これ毎日使ってるのもちろん OK ですね。ブレーキの効く上ももちろん OK。 クラッチはあのオートマではないんですけれども、オートマだからないから、これはオートマって書いておこうか。オートマ。そしてボンネットを開けて、冷却装置、ファンベルトの緩みおよび損傷、水漏れ、一応チェックしましょうね。これだからね、やっぱ雨降ってたらね最悪なんですよこれ。よいしょ、よいしょ。はい、ではチェックしていきますよ。ファンベルトの緩み、どこだ、ファンベルト、あ、これですね、ファンベルトの緩み、はい、全然 OK。損傷も見たとこ大丈夫、水漏れもない、
ギアボックスおよびパワーステアリング取り付けのよりベルトおよび損傷パワーステ油および油量パワーステのオイルパワーステのオイルどれだったっけなこれだあちゃんと入ってますねでベルトの緩み損傷パワーステのベルトパワーステのベルトかどこだろうなでもちゃんと効いてるよね多分大丈夫はい取り付けの緩み多分大丈夫そしてマスターシリンダーあこれはブレーキですねもちろん大丈夫点火装置もちろん大丈夫バッテリーこの前変えたばっか大丈夫エアクリーナーもちろん大丈夫エンジン不調になっちゃうからねエアクリーナーこれですよねちょっと一応見とこうかな大丈夫ですねエンジンオイル潤滑数値の油漏れ大丈夫ですねこの前チェックしたところで、公害発散防止装置触媒ですねこの辺りも大丈夫ですそしてタイヤの状態、空気圧、この前チェックしたから大丈夫。ガソリンスタンドでね。クリップボルト、この前、タイヤ交換したから大丈夫。フロントホイール、もちろん大丈夫。リアホイール、もちろん大丈夫。燃料蒸発ガス排出抑制装置。チャコールキャニスターの詰まり及び損傷。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ブローバイガス還元装置。大丈夫、大丈夫。ブレーキ、大丈夫。ブレーキパッド、これこの前チェックしてもらって大丈夫。パッドの摩耗も大丈夫。サスペンション類、緩み型損傷。これはね、ディーラーによりっきりで意見が笑いましたけども大丈夫。ショックアブソーバーもちろん大丈夫。油漏れ及び油量大丈夫。プロペラシャフト及びドライブシャフト、大丈夫、大丈夫。ディファレンシャルもちろん大丈夫。エグゾースト大丈夫、大丈夫、大丈夫。車体が緩んでいるか大丈夫に決まっている燃料漏れなんかあるはずない舵取り装置のロート及びアーム類大丈夫大丈夫ホイールアライメントもちろんテスター等でということですけども大丈夫、ブレーキの効き具合大丈夫エンジン排気大丈夫分解点検ホイールシリンダー液漏れ等は大丈夫ブレーキ及びドラム及びブレーキシュー大丈夫大丈夫大丈夫そして、その他日常点検すべき事項、原動機大丈夫、走行装置大丈夫、制動調理大丈夫、バッテリー大丈夫、透過装置、これちょっとチェックしてみましょうか。後でちょっとします。ちゃんと電気ついてるかどうか。視野を確保する装置、ワイパー大丈夫。はい、そして自動車登録、これは後で、部屋の中で書きますわ。タイヤの溝の深さですね。前輪、おっとっと。そうですね。だいたい、7ミリほどはあるかな。前輪の右、8ミリぐらいあったね。で、前輪の左、タイヤの溝、8ミリぐらいありますね。後輪の溝、はい、ちょっと減ってますね。4ミリぐらい、5ミリぐらいかな。あ、でもちょっと8って書いたからな。まあいいや、8でいいや。で、ブレーキパッド、これは、5ミリぐらいはあったらしいんで、5ですね。そして、点検時の走行距離。点検時の走行距離。よいしょ。電気入れないとわからないですね、これね。128295。12.8295点検年月日30年の1月26
整備完了年月日30年の1月26日、住所等はちょっとこの辺りは割愛、映像では割愛いたします。点検した人は僕の名前ですね。点検した人の住所は僕の住所。あとは、COHO 濃度アイドリング時、これ前回の車検のやつをそのままちょっと書き写します。書いてないな。これはテスターをした場合ですね。でも、これで車検通ってますから、今回も書かずに行きます。あとは、こんなとこかな。交換部品等か、まずオイルですね。それからオイルフィルター、それからバッテリーですねを交換いたしました。なとっかな。ナンバープレート変えとかなきゃ。なとっかな。点検記録簿。後輪のタイヤの深さ、ちょっとこれ書き間違えてますね。もうちょっと後輪も早く変えないといけないですね。なとっかな。はい、できました。前回の点検記録簿。これなんで出してへんの僕。点検記録簿前回出してへんやん、これどういうこと。とりあえずこれはもういらないんで、破ります。今回の点検記録簿ありますよね。で自賠責保険揃いましたね。で、印鑑、それから車検証、用紙、このあたりちょっと書かないとダメですね。うわ、映っちゃったか、やばい。よしよし、よかったよかった。じゃあちょっとこれで、窓口の方に行ってもう一回ちょっと書類の方を書いていきます。ちょっと雪降ってきたなこれ。しょうがない、これ蓋しなあかんな。これどうしようかな。これでこうしようかね。でいけるか。よし。よいしょ。あ、ボンネットも閉めなきゃ。うわ、雪降ってきた。ほら、こっちゃさ。よいしょ。今、隣の車の人ね、メルセデスの、ちっちゃい車の人でしたけどね、ディーラーの綺麗なお姉さんが、車検に来てはりますわ。ねえ、なんら問題ない。あっちか。ボールペン貸してすいません。ボールペンありがとうございました。はい、この辺を書いていかんとあかんね。車検証がいりますね。
田式、これか、原動機型式 3S。 走行距離手数料印紙は、はい、ね、車検証の使用者氏名、ユーザー車検の場合は本人、連絡先携帯か、検査表はこれで OK。 次、自動車重量税納付書これか、まず受験日、氏名または名称、僕の名前ですね。登録番号および車台番号、車検証に書いてありますね。住所ですね。自家用または事業者チェック、その前に、継続は2年ですね。納付額はいくらだこれ、3万234,200円。本当にそうか、一応確認しよう。34,200円ですね。
して乗用自動車ですね、自家用ですね、車両重量、乗用車は車両重量、車両総重量は書かなくてもいいのか、乗用車以外は車両総重量を書かなければ、車両重量、車両重量、こんにちは。先ほどはどうも、ユーザー車検の方です、うん、それ揃ったかと思いますんで、ちょっと見るわな、待ってな、5592が32年3月21日、これでみんな揃ってますね、これ大丈夫ですね、今日受けはんねんな、はい、はい、そうです、はいはい、じゃあ1時からね始まるからね、はい、並べた順番になるから、はい、1時からもうちょっとやけどね、はい、じゃあ行ってきます、受けてきてください、はい、おすすめのラインとかあります？おすすめライン2番、そうですか、ありがとうございます、どうもバンです。そうしましたら、いよいよね LINE に入る準備をいたします。いや本当このトレイがね役に立つんですよね、車検の時って。ちょっと、中断いたします、カメラのセッティングをいたしますんでね。